はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、沢尻エリカです。さあ本日なんですが、岩戸スマイルっていうデッキ皆さんご存知ですか？以前ね動画で紹介しました、この天の岩戸っていうモンスターがめちゃくちゃ強いっていう話をしたんですけれども、これとスマイルワールドっていうスキルね、このスマイルワールドっていうスキルなんですが、これどういうスキルかっていうと、ですね、デッキ外からスマイルワールドを1枚手札に加えまして、いつでもね。で、このスキルを使用した場合、次の相手ターン終了時まで自分が発動及び効果の発動が可能なカードはスマイル魔法トラップカードのみになるっていうことで、スピリットモンスターとか手札に戻んなくなるんでね。これでスマイルワールドの効果を発動しました上で、この岩戸出すと、岩戸が戻んなくて、なんかすげえ制圧能力を得ることができるっていう。こいつちなみにモンスターゾーンに存在する限り、モンスターの効果、スピリットモンスター以外のモンスターの効果発動ができなくなるっていう、マジでぶっ壊れモンスターなんですけど、これとスマイルを組み合わせるとめっちゃ強いっていう岩戸スマイルっていうデッキをね、前回ご紹介したんですが、岩戸スマイル回2号機、こちらをね、作ってまいりました。最強です。なんでかっていうと、このデッキ、岩戸がサーチできます。強いね。結局、岩戸がサーチできるといつでもモンスター効果無効盤面が作れますんで、まあ、それをどうやってやっていくかっていうと、以前ねご紹介した岩石なんだ、ライロ岩石ビートみたいなデッキご存知です？これブロックドラゴンっていうモンスターがいてね、このモンスターフィールドから墓地に送られるとレベルの攻撃が8になるように岩石のモンスターを3体まで手札に加えるっていうことができるんですよ。だから例えば岩戸から岩石族なんで、岩戸となんかそのギガンテスと か, なんか岩戸と、リバイバルゴーレムとか、まあ、そういうねいろんな組み合わせで手札に加えることができるんですね。でなんでこのブロックドラゴンの効果で、岩戸を、手札に加えていくと、でこいつをまあだからどうやって使っていくかっていうと、やっぱり墓地小屋種がねこのモンスター使うには必要なんで、これ墓地じゃなくて手札墓地の地属性モンスターを除外すると特殊ができるよっていう効果があるんで、まあ、これでね地属性モンスターであるジャイアントレックスとか、あとまあタックルセダーとかこういうモンスターを除外して、まあ、こいつ出して、でこいつとまあこのスクラップドラゴンとかも出していって、まあ効果高いしながらバルブで一緒にシンクロしてドラゴンバーミリオンしたりとか、まあ、そういうねいろんな動きをして、まあ天の岩とサーチしてスマイルワールドをぶち込んで、で相手のモンスターここ止めてぶん殴っていくっていうね、こういうデッキです。はい、ね、使ってみましたけど強かったです。結構強いです。何が強いかってね、やっぱりね、このね、岩戸のね、制圧能力がめちゃくちゃ強いね。やっぱモンスター効果、まあ今結構魔法トラップ強いんで、意外と月の書とか、狡猾とか、なんかそういうカードがあるんで、まあそこまで頼り切るわけにいかないんですけど、まあそういうカードをなんかこの辺のカードを処理してから、岩戸するのめちゃくちゃ強かった。うん。早速ね、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、デュエルは人を楽しませ。みんなを笑顔にするものだぜ。これサンダードラゴンじゃね？サンダードラゴンはどっちかって言った、サンダードラゴンはね、マジで岩戸ゲー、マジで岩戸引けたら勝てる。岩戸ゲーなんだよマジで。雷鳥竜サンダードラゴンはいい、鳥はいい、鳥で獣はいい、でトークンね、いいよ問題ない。これああ耐えんの OK。 いやーまあでもまあ言うてトラップカードいっぱいあるんだよなと思いますね。さあライトロードアサシンライト召喚効果、はい、ジャントレックス、なるほど。あーまあ強くはないが、まあでもさすがに岩投げアタックとハリムシあるんで、これ多分ね墓地小屋種はめちゃくちゃ強いと思うんですよ。でさすがに多分タックルセイダーはおそらく1体くらいは出ると思うから、こうかな、一応これだったら一応ね食えないんでね。さあモンスター効果で、まあ一応裏側にしとくか、一応裏側にしとこう。タックル一応落ちちゃったか。一応ね理想ムーブはハリムシでタックル落として、で岩投げでブロックドラゴン落とすみたいなギミックが一番強いと思いますね。さあ太陽電池面が1体いる、で判定召喚も多分してくる、雷獣竜サンダードラゴンが。でこの盤面一応まだ墓地肥やせてないので、レベル4に上がってそんなに急に飛んでくるっていうことは多分ないと思うんですよね。一応アドバンス召喚レベル6で、レベル6でレベル6出してエクシーズ召喚とかはできると思いますけど、ただ岩投げアタックでタックルセーター落とせばいいので、まあ裏側にはできると思います。メインフェーズ終了前、あなるほど、あそんな強くないで相手もね、ハンド、まあ、とりあえずカリムシのソースでタックル落ちて、タックル、おっとそれはあそタックル落ちた、オッケー。でこのカードは墓地から特殊召喚していいな、墓地から特殊召喚していい、墓地から特殊召喚していく。でタックルセーターの効果で雷獣竜サンダードラゴンを裏側にしていく、はい、これで遅延行為を行い、
でリバイバルゴーレムが墓地から特殊召喚、モンスターを特殊召喚、そしてターン終了時岩巻アタック、それは岩ぶん投げていけ、岩ぶん投げていくぜ、トラップ発動、ふん俺の押し込んでブロックドラゴン来た、ドローでですね、一応落としときます。いやでも落とさなくても別にいいな、あんまり落としすぎるとちょっとそれはそれでみたいなとこあるから、こうしてね、こう俺はスクラップ、ただね、あのやりすぎるとね、あの岩とか墓地行くんですよ、だから岩とか墓地行かないようにあの知らないといけなくて、岩戸でサーチ入れたいんでね、岩戸を、とにかく岩戸をサーチしたい。ジャイアントラックスは除外しちゃうと出てきちゃうから、これジャイアントラックスじゃダメだね、ジャイアントレックスじゃダメで、じゃあどれにするかっていう話になる、これこれ何でもいいや、これはで、地属性モンスター墓地から3体除外してブロックドラゴンを特殊召喚、モンスターを特殊召喚で先にこっちか、スクラップドラゴンの効果発動、スクラップドラゴンはブロックドラゴンと、太陽電池面を破壊できるが、ブロックドラゴンは効果では破壊されない、ブロックドラゴンは効果では破壊されないという最強効果で、グローアップバルブの効果を発動、デッキトップ墓地送って特殊召喚で、レベル8のブロックドラゴンにレベル1のグローアップバルブをチューニング、シンクロ召喚現れろ、ドラッグバイリオン、そしてブロックドラゴンが墓地を送った場合の効果を発動。さあ地属性モンスター、ちなみに皆さんご存知ですか、もうここまで僕まだ召喚権使ってないんですよ、この段階で私まだ召喚権を使っておりません、スキル発動、みんなに笑顔を、みんなに笑顔を、デュエルでみんなに笑顔を、うおー最強だ、これではみんなに笑顔に、みんな笑顔になったでしょう、さすがに凱旋ありがとうございました。さあお相手の方、ハピーのカリワさんね、ハピーのカリワさん、やっぱこの時おかしいと思うんですよね、運営さん結構環境調整うまいと思ってたんですけど、最近めちゃくちゃ下手くそでなんか最近ハーピーしかいねえっていう、効果どうしない、これなんかね、あまりにもね、あまりにもやばいこと起きてるんですよ。これ相手の狩りは割ろで、ライトの出さしないでの効果と、あー割と強いじゃん、割に強いね、先にもサーチ入れちゃう説あるな、まあ、とりあえずハーピーのハーピーレディ SC 出して相手のは叩き割るの結構あるけどな、まあでもこれあれブロックドラゴンいるけどな、どっちがいいかな、まあ、先にダッシュとか強いか、ハーピー相手はさすがに、さすがにハーピーは先にSC を出しておいた方が強そう、はい、SC 出していく、はい、シンクロ召喚、はい、でカリバル効果叩き割ってやるよし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 、あー余ってはいるか、余ってはいるな、読書ましょう、でブロックドラゴン効果、ブロックとタックルとリバイバルを除外して、でブロック特殊で、バルブ効果で、バルブ効果で、ドラッグオンバーミリオンいく、あブロックドラゴンかな、はい、でブロックドラゴンとバルブでシンクロシブロックドラゴンの効果で最強モンスターを持ってきておくと、これとこれでもう相手はビビりますよ、いやー次モンスター効果全部無効だってなりますからね、墓地に落ちてほしいモンスターは基本的にデッキの中に残しておいて、まあ、あんまいらねえモンスターをまあ何デッキの引いちゃうみたいな、サーチしちゃうみたいなパターンが一番いいですね、基本的には、はい、でまあ岩永タックありますし、フリーチェーンでバウンスできる、で裏側にもできる、で万華鏡も、ぶち殺せる、万華鏡もまあ言うて万華鏡から入るの多分弱いね、ただ魔法カードいっぱい引いてんのかな、はい、パフューマー、なるほど、あそういうことか、そういうことか、これ打っちゃった方がいいか、これ打ってバウンスして裏側にしたらと、さすがにさ、これさすがにね、これ何持ってくるかによるか、何持ってくるかによる、でもこれさすがに裏側にして1枚戻したら結構何もできないと思うけどね、万華鏡何枚入ってんだろうな、万華鏡2枚構築だったらまあなんとかできるか、
2体出して。まあでも魔法カードないときついですけどね、相手ね。まあどっちにしても打たれんだよな。まあ、ここで打つしかないか。岩投げアタック、はい。岩投げアタック効果。タックル落とす。でタックル落として、でハーピーレディ効果。いや言うてそんなに簡単にね、こっからね2体展開できないと思うんですよ、相手。なんかあるね、スワローズネストとかかな。ネストとかあったらまあこう打ってくるしかない、ね、あーオッケー、ネスト打ってくる。いやでもね多分ねこれね、シンクロ召喚1体しかできないと思う、さすがに。これその後に魔法カード使うの結構きついと思うけどね。チャネラー強えな、チャネラーは強え。じゃあチャネラー裏側にしよう。タックルセイダーの効果発動。ちょっと一回これで一応万華鏡ありますけど、万華鏡で4出して、え、やばいこと起きるからないと思うんだよね、ここ。これ2体処理するの結構大変でしょ。はい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 、手だから弱えな、ハンドで。まあ、2体でシンクロ召喚するかエクシー召喚するか知らんけど、まあ、デッドリーシーンを出したところで、まあ、突破はできない。で、まあ、ハーピレで1回出したら相打ちは取れるか。まあ、でもそれ相打ちしたところでみたいなとこあるよね。バトル、よし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 、相手弱いですよ。え、これ勝ちだよ、もうすでに勝ち確定ですよ。だってブロックドラゴンいるもん。まあ、とりあえずドラッグオンバーミリオンの効果と思いますか。ドラッグオンバーミリオンの効果、もうどうでもいい、グロップ引っ張れば墓地から除外して、でお前のチャンネルとかいうモンスター爆破する。で墓地から、ブロックドラゴン特殊召喚していく。でもういらねえカードを全部除外する。えいえいねえ、クリボールさえも許さない天の岩刀召喚デニース、ジェントルメン。さあご覧いただきましょう、これが榊勇士、榊龍翔によるエンタメデュエル、デュエルでみんなに笑顔を、かっこ自分だけ対戦ありがとうございました。でも楽しかっただろう。さあおい、合体魔人将来ネタデッキ選手権始めんな、すぐネタデッキ選手権始めるな。合体魔人将来ってなんだよ、俺のターン。やばいデッキだな、あれ相当やばそうなデッキ。これ弱ハンド、やばくね、これ。え、これ出さないといけない、これブロックドラゴン、もしかしてブロックドラゴンからのジャイアントレックスみたいなことしなきゃいけない、これ弱くね、これ。さすがにハンドゴミかな。こうしてジャイアントレックスの効果を発動、ジャイアントレックスの効果で、はい、でターン終了するしかない。弱すぎるだろ、弱ってるね、このハンド。ちょ、リンク召喚自分いいですか。ここであのね、あのミセスレディエンってこの形でブロックドラゴンでサーチ入れたいみたいなとこありますよね。召喚権使わずミセスレディエンって言ってますね。ラッキーストライプ、はい、ラッキーストライプ、ラッキーストライプ、ラッキーストライプってなんか7出るとやばいみたい。え ?7 出るとやばくね、確か。なんか、フィールド全部プするみたいな効果があったっけ。このカード以外のフィールドのカードを全て墓地送る。え、嘘でしょ、それはどうかな、こんなことある、え、こんなことある、え、これ絶対チート使ってんじゃん、こいつ。おかしいもん。え、いきなり初手61、おかしくない。いや、絶対おかしいよ、これ。おかしいって。